削除キー削除キーは、ワードプロセッサーやコンピュータ用のキーボードのキーの一つ。通常は、デディート、デル、削除などと刻印されており、カーソル位置にある文字の削除などに使用される。文章やコマンドの入力中に押すと、そのカーソル位置上にある文字を削除し、その位置以降のテキストを前にずらす。バックスペースキーが、カーソルの直前にある文字を削除するのに対し、 先方向の削除などとも言われる。PCAT 互換機のキーボードでは、デリート、または、デルと刻印されることが多い。マッキントッシュの場合、デリートキー、デルよび、右方向削除をイメージした図が刻印されたキーの2種類があり、それぞれ機能が異なる。デリートキーは PC、PCAT 互換機でのバックスペースキーと同じ働きを行う。デルび、 右方向をイメージした図が刻印されたキーは p c a t 互換機のキーとほぼ同じ働きをする。ユニックス用のキーボードでは時期にもより出るとバックスペースの両方があるもの、片方だけのものなど様々である。削除キーは ASCII の削除文字コードを生成する。この由来は7ビットの紙テープである。紙テープを間違って穴開けした場合、 その文字の箇所の7ビット全部の穴を開ければ、その文字は無視される設計になっていた。つまり該当の文字が削除されたことになる。初期のパーソナルコンピュータのキーボードでは、削除キーは存在しないもの、電気側にしかないものもある。PC、AT5 換気で現在の位置となったのは、101キーボード以降である。ノート PC の例ノートパソコンでの削除キーの位置は、 バックスペースの上、ファンクションキーのさらに上などいろいろである。ノートパソコンのキーボードでも通常はデリート、デルなどと刻印されているが、中にはデリートとバックスペースが同じキーに刻印されていて、バックスペースと同じ働きをするものもある。環境によっては削除キーを押すとハット H などの文字が表示されることがある。これは、 アスキーコードの BS や DEL が表示されたものである。また削除キーは、例えば、ファイルマネージャーなどでのオブジェクトの削除にも使われるほか、PC、AT5 換気では、コンピュータ起動時の BIOS 画面の呼び出しにも使われる、ことがある。冒頭の説明のように、基本的には、カーソル位置にある文字の削除や、選択したオブジェクトの削除に使用する。なお、Windows では、 削除キーを使用した以下のショートカットキーが使用できる。マッキントッシュの Apple Extended Keyboard 2のキー配列とデルキーが搭載されている HATPFU キーボードコレクション2009年11月現在では Windows 7標準のメモ帳や WordPad、Microsoft Office2007 の Word や Excel、OpenOffice.org3.1 のライターや軽く、 ロータスノーツ8など、ありがとうございます。